はい、皆さんこんにちは。スピチューブやってまいりました。はい、このところね、気温も良くなって暖かくなって外に出やすい天気になったし、桜もね一気にパーッと咲いて本当にいい時期になりました。はい、今回やってきたところが、はい、こちらですね。はい、片鉄ロマン街道ですね。ね、もともとここには片上鉄道っていうものがあったんですけど、平成の3年に、廃業されたというところに来ました。はいはい、登録有形文化財にもなった旧片上鉄道のこの駅なんですよね。さあ入ってみます。その当時のまま今も残されております。はい、いい感じで記念切符を販売してたりしてます。はい、はい、当時の路線図こんな感じです。最初感じで時刻表が出てますが、実際に、毎月第1日曜日に走っております。はい、結構ね有名だった駅長猫もいました。はい、さーっと入っていきます。なんとね、普通に路線内、線路内に入っていけるんですよね。まあもちろん第一、日曜日の、展示運転の日にはあれなんですけど、この普通の日には、列車が全く通らないというか、このような状態で止まってるので入ることができます。そうですね、入ったんですが入り口までしか入れないみたいですね。中の方は、かなりなんですかね、ちょっと老朽化が進んでるということなんで入れない感じでした。Thank you.
CM や映画、ドラマのロケ地にも使用されたそうです。はい、こちらの車両なんですが、片上鉄道ではなく、岡山から、下の港、岡山港まで結んでいた列車なんですよね。はい、1979年に廃線となった車両です。はい、こんな感じで、はい、次の車両なんですが、毎月 第1日曜日に、使用されている、展示車両でもね、第1日曜日に一般の人が乗ることができると思われる車両ですね。はい、はい、今回はこんな感じで、旧片上鉄道を紹介させてもらいました。とってもいいところです。本当にね、貴重な体験というかできると思うんで、ぜひね、お子さんや家族を連れて遊びに行ってみてください。それではありがとうございます。それではまた。